本当に大変お疲れ様でした。朝日新聞の杉村です。お疲れのところ大変恐縮ですが、少し本局のお話を聞かせていただければと思います。B 級1組順位戦2回戦ということで、広瀬九段という強豪でした。今日はどういう戦いをというふうに臨まれたんでしょうか。まあそうですね。まあ順位戦ですし、まあ長番の戦いになると思って、まあ集中力を高めて挑めればいいなと思ってました。集中力を。本局を重厚な矢倉と、まあ、雁木模様という構えの戦いだったかと思うんですけれども、どのあたりがポイントの将棋でしたでしょうか。まあ、ちょっと冴えない将棋にしてしまったなと思って、うまくいってないと思いました。金同角同銀の局面2筋が、まあ、5七銀の本譜も怖かったですけど、5七金も有力だ、後手としては有力だった可能性ありますね。いや、ちょっと自信がなかったです。あ、そうですか。結構中盤で駒得してと金も作ってという、駒の損得で言いますとかなり優位に立たれているようにも見受けられたんですが、形勢としては2振ったところは、うまく切り返すことができたと思ってたんですけど、ちょっとその前はあまり自信がなかったんですね。序盤のところではちょっと、いや、まあちょっと長考して5五金と打ったあたりも、他の手もまあ、5五金しかないと思ったものの、ちょっと他の手も考えたりして、ちょっともうしょうがないと思って打ってました。そうですか。指しやすいなという形勢、いいかなと思われたのはどのあたりで。2二歩ですね。あ、やはりそうですか。2二歩でチャンスを捉えることができたんじゃないかと思いました。2二歩はもうそのだいぶ前から組み立てて作りに持っていかれたという。まあ、後手陣の急所は2二歩を絡めていくような感じ、っていうのは一つ考えていましたので、いいタイミングで入った。中盤もこう結構こう怖いところがあるようにもこう見えましたが、そのあたりをもう読み切って、されていらっしゃったんでしょうか。まあ、持ち駒いっぱいあったんで、まあ、本当は、一気に行きたかったんですけど、まあ、ちょっと失敗する恐れもあるんで、ちょっと手堅くっていうのを意識した感じがありますけど、ちょっと正しい指し方だったかわからないです。わかりました。これで開幕2連勝という形になります。非常に好スタートと言えるのかなと思うんですが、ご自身としてはどういう受け止めでいらっしゃいますか。B 級1組大変厳しいリーグなんですけど、ちょっと前半戦いいスタート切れたのは非常に良かったと思います。やっぱり過去の戦い見てもちょっと前半いいスタート切れてないことが多かったので、ちょっとこの調子でやっていきたいなと思います。近藤七段といえば、こう順位戦に非常に強いというイメージがあるんですけれども、B 級1組に上がられて、今季は5期目ということかと思います。今季にかけるこうお気持ちというのはどういうところをお持ちでしょうか。そうですね、いつも開幕前は昇級を目指してやってるんですけど、やっぱりなかなか厳しいリーグっていうのは分かってますので、うまくいかないことも多いですから、
いや、まあ一曲一曲頑張っていきたいと思いますね。この次のランクがもう A 級という最高のランクに関してですけど、やはりこのこの厳しくて、まあもちろん A 級昇級を目指して毎年やってるんですけど、まあ、まあ厳しいリーグですし、まあ過去のやっぱり前半戦で黒星先行だったのがほとんどだったので、まあそういう意味では今季いいスタート切れたんで、まあ昇級を目指してっていう気持ちはあります。と一つ話をそれんですが、この順位戦をこちらの将棋会館で、指されるというのも今期が最後になるのかなと思いますけれども、この将棋会館での順位戦というのは何かこう特別な思いですとかこうあったりしますでしょうか。まあでも本当に順位戦は長丁場の戦いになるっていうのはもう決まってますので、まあまあ結構順位戦はの戦いは慣れてきてるところではありますけど、まあでも一局一局いつも大変だなと思って、はい、やってます。ありがとうございます。次局以降も熱戦期待しております。ありがとうございました。